ヒュンシュテッテンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区のラインガータウヌス郡に属す、町村である。行政機関は、バルバッハ地区にある。ヒュンシュテッテンは、リムブルクと、シュートビースバーデンとの間の、タウヌス山地主脈の北に位置している。ヒュンシュテッテンは、北は、ヒュンフェルデン、北東は、バートカムベルク、東は、イトシュタイン、南は、 タウヌスシュタイン、西はホーエンシュタイン及びアルベルゲンと境、接している。ヒュンシュテッテンは以下の地区からなる。人口は2018年12月31日のデータに基づく。バルラーベンシュタイン城市バウエルバフ派付近で、紀元前4400年から紀元前3500年の石器時代に定住がなされていたことは確実視されている。これはミヒエルスベルク文化に属す。 出土品により証明されている。ヘッセン州の地域再編に伴い、1971年1月31日に、自由意思に基づいて、ボイエルバッハ、ケッセルバッハ、ケッテルンシュバルバッハ、リムバッハ、シュトリンツトリニターティス、バルバッハの6町村が合併し、ヒュンシュテッテン町が形成された。1972年7月1日に、 やはり自由意志でオーバーリープバッハがこれに加わった。州法の発行に伴い、1977年1月1日に、ベヒトハイム、ゲルスローとバルラーベンシュタインが合併した。これら旧町村はいずれも、オルツバイラートとオルツフォアシュテアを有するオルツベチルクとなっている。中央に位置するバルバッハに、町の行政機関として、新しい建築複合体が建設された。 ヒュンシュテッテンの町議会は31議席からなる。ヘッセン州では1993年から市町村長は6年ごとに直接選挙で選出される。2012年からヤンクラウスがヒュンシュテッテンの町長,長を務めている。彼は2018年10月28日の選挙で72.4%の支持票を集めて再選された。ズンガラ、金字で 赤い両側部とそれを結ぶ横帯。横帯の上部に4つ、下部に6つの2つつながった青い T の文字。この紋章は町の要請に基づいてバートナウハイムの紋章研究家ハインツリットによってデザインされた。上部がつながった T の文字はドイツの紋章学上フナングラップと呼ばれる衣装で、銃は球丁村の数を表しており、赤い。 H の文字は1972年に成立した、この町の名称の頭文字である。その横棒は同時に、ヒューナー街道を表してもいる。この道路は、この町を4地区と6地区に分けている。この文章は1970年12月に、ダルムシュタット州立文書館の認可を得た。リムバッハ地区のヒューナー・キルヒエヒュンシュテ,ッテン町は2020年に、ヒュンシュテ,ッテン文化の経を設けた。 これは町内の全地区の文化的価値のある箇所をたどるものである。各箇所には情報を記した案内板がある。品種鉄ンの約60件の文化財のうち40件が文化の小道沿いにある。文化の小道はヘッセン州と EU の講演を受けて設けられた。品種鉄ンは田舎であり、現在も農業が一定の役割を担っている。しかし、 20世紀後半にこの町は住宅地に変貌した。この町には約800人分の職場がある。これは就労者の大半が道路網を利用して主にラインマイン地方の町外で生活収入を得ていることを意味している。この町はアウトバーン A3 号線のバートカムベルクインターチェンジから4トルイトシュタインインターチェンジから8トルの距離にあり、 広域交通網への接続が良い。これに加えて、連邦道 B417 号線が町内を通っている。ビースバーデンへは2 2トルマイツへは2 6トルフランクフルトアムマインへは5 0トルの距離である。ありがとうございます。